俺の名前はレッドライオン通る、40歳。これまで20年以上パチスロを狂ったように打ち、自分の時間のほとんどを捧げてきた生っ粋のスロッターだ。今日もまたいつものようにホールの扉を開ける。パチスロを打つ客にはいろいろな種類の人間がいる。イベントや店の普段の傾向を把握して高設定をつかもうとする客、技術介入を駆使して低設定でも機械割りがいい台を打ち続ける客、一攫千金を狙って波の荒い台を好んで打つ客、設定を構いなしに当たるまでとことん追いかけ続ける客、ただ暇つぶしで打っているじいさんばあさんなど、それぞれだ。そんな中でハイエナと呼ばれる種類の人間がいる。おそらくパチスロ愛好者なら誰もが知っているであろうこのフレーズ、他の肉食獣が獲得した獲物を漁るハイエナに例えられた行為だが、まさにその言葉通り、当たりそうなゾーンでのやめ台や高設定挙動を示している台などが空いた瞬間にその台に座り、美味しいところだけを打つ立ち回りをする人間のことである。基本的には敬遠される立場になることが多く、場合によってはトラブルになることもある。ハイエナを生業にして飯を食ってる人間は世の中にたくさんいる。実際に俺の友人 S は4号機 ST 機全盛の2000年代、ゾーン狙い、モード狙い、天井狙いを駆使して月に平均40から50万円ぐらいは軽く稼いでいたという。ただ一日中同業と競いながら朝から晩までホールを歩き回ってチャンス台を見つける、それ以外の時間はただ様子を伺い待ち続けるのみというのはかなりの重労働のようだ。 S と飲んだ時、俺が S に対して冗談でお前は毎日パチスロって楽しんで稼げていいよななどと言おうものなら、じゃあお前がやってみろ、長時間労働だし休みはないし、一日打ち続ける日には体ボロボロだ、俺からしたら会社員の方がよっぽど楽だぞと訴えていた姿が記憶に残っている。ここからは俺が泊まりがけの出張で福島県に行ったある日の出来事。この日は朝東京を出発し、昼から客先との商談があったが、用件が思いのほか早くに片付き、一人での出張でもあったことから、夕方から宿泊ホテルの近くをブラブラと散策していた。このエリアへの出張は初めてで、全く土地勘がなかったのだが、不思議なことに、まるで呼ばれるかのように歩いて行った先にはパチンコ屋があった。俺はただ美味しいものが食べられればと歩いていたつもりだった。でも時間さえあれば、気がつけばキラキラ眩しく音がうるさい場所に自然と向かってしまうのは長年培ったスロッターとしての差がである。こうなると結局、せっかく地方に来ても美味しいもの一つ食べずに帰りの新幹線の中で駅弁を食べるぐらいで終わってしまうのがお決まりのパターンだ。パチンコ屋の店構えは古く、歴史がありそうなそのホールのドアを開けると、いかにも地方店といった感じのまったりした空気を感じ、都会のホールと比べるとギスギスした感じが全くしない。まだ夕方の早い時間だからか、客層はほとんどがお年寄りで、若者は数えるくらいだった。なんだかどこか懐かしいような落ち着く店だな。今日はここでのんびり適当に打って、ダメならうまいものでも食べに行くかな。俺はパチンココーナーを眺めながら店の奥にあるスロットコーナーへと足を運んだ。スロットのメインのコーナーでは、全国どこでも不動の人気のジャグラーやゴッドシリーズがたくさん並んでいるが、さらにその奥にはまるで中古台を寄せ集めたかのようなバラエティに富んだ台がずらり、俺が好きな A タイプも多い。俺にとっては上々のホールだ。ただ客付きが悪いのが少し気になるが、場所的にも時間的にも、まあこんなものだろう。こんなことを思いながら、もう俺のワクワクは止まらず、早速遊戯台を探し始めると、800回転ちょいやめのモンハン月下を発見。なんだこの台は、天井寸前のこんな台が捨ててあるなんて。まさかデータカウンターが壊れているのか、誰も座らないのか。にわかに信じられん。疑いながらもこの台に着席し打ち始めると、天井の999ゲームできっちりボーナスをゲットし、これが10連チャン。128ゲームのゾーンまで打ってやめ。店内の表示を見ると大移動ができない店のようで、ここで出玉を流す。1200枚ちょい。レンチャンもついてきてラッキーだった。福島出張万歳だ。さて、まだ時間はたっぷりあるし、次の台を探そう。次の台を探していると、最初の台の数台先に、今度はフランキーコレクションで見たことのない出目が停止しているのを発見。これはリーチ目か？お役取りこぼしか？打ち始めて1ゲーム目。コインを入れ、レバーを叩くと、ウィンランプが点灯。ボーナス入ってたんかい。思わず一人で吹き出してしまった。なんだかこう立て続けにおこぼれを拾っていると、逆に不安すらなってしまうな。見事赤セブンビッグをゲットし、その後は下皿もみもみ状態が続くも、大好きなクランキーシリーズ、
ビーチ目やボーナス中のビタ押しチャレンジをしばらく楽しんでいた。最後は連想し、出玉は1000枚ほどに。何なんだ、今日は一体。マジでついてやがるな。もうやめて帰ってもいいが、せっかく調子がいいし、もう少しだけ周りを見てみるか。バラエティの島を一通り見て、その後念のため店内全体を見渡す。ジャグラーの島を歩いていると、めちゃめちゃ出ているマイジャグ4を打っていたじいさんが帰るとのことで、台の前で店員を呼んでいた。すかさず俺はその台の下皿にスマホを置き、台を確保。データカウンターではビッグ30回、バケ29回、合算90分の1。絶対に6だろこんなの。マイジャグ4は高設定の機械割りが高いことで有名だ。これを打ち続ければ間違いなく勝てる。そう確信した。元の台に戻り、すぐに出玉を流した。その枚数は999枚。ただ同然で拾った上に、出玉の枚数までゾロ目かよ。今日は俺に神様が降りてきているようだ。勝利を確信した俺は、自販機でちょっとリッチにレッドブルを購入。そして、気合を入れてマイジャグ4に座る。さあ、ぶん回すぞ。予想外に、打ち始めは300ゲームほどハマってしまうも、お役が落ちる落ちる。つまりそれは、高設定であることを意味している。俺は途中で子役を数えることもやめた。それほどこの台が設定6であることを確信していた。ひとたびボーナスを引くと、その後は右肩上がりで出玉が伸びた。気がつけば、俺もまた地方店っぽく、ホタルの光が流れ、この日の遊戯は終了となった。俺は満足感たっぷりで、下皿のコインを2箱目のドル箱に詰め込んでいた。周りでは閉店まで打っていた周りの客が帰宅の準備を始めていた。見渡す限りでは、この島では俺が一番多くコインを積んでいるようだった。そんな状況で、じいさんばあさんたちばかりのジャグラーの島の中、俺はどう見てもハイエナ野郎だ。さぞかし白い目で見られるのかとそう思っていると、あんた本当についてるね。この台で前の人があれだけ出たらもう出ないと思ってたよ。今日はこの台全部で8箱も出たよ。すごいね。などと思いがけず祝福を受けることとなった。皆知り合いなのか、ほのぼのと会話をしている。また明日。という声もちらほら聞こえていた。どこまで穏やかでいいホールなんだ。思いがけずこの場所に足を踏み入れて本当によかった。福島の美味しいものは食べられなかったけど、そのおかげで違った意味でもっと美味しい思いができたぞ。この台での出玉は2000枚ほど。この台は最終的にビッグ44回、バケ42回、合算100分の1。間違いなく最高設定の6だったであろう。しかも確率上の数値を大きく上回っており、台の調子も良かったようだ。今日は思いがけずハイエナ三昧。しかも誰からも不快に思われることなく、最後は祝福までされてしまった。なんといういい一日だ。このホールいつかまた来させてもらいますよ。コインを流した後、景品交換のためカウンターに並ぶ。総数4000枚超え。久々の大きな出玉だ。夕方の閑散とした客付きから雰囲気は一変し、意外にも閉店時のカウンターには客が多く並んでいる。次の方はこちらへどうぞ。レシート3枚お預かりします。会員カードはお持ちですか？持ってないです。お作りしますか？すぐにできますが。しばらく来れないと思うので今回はいいです。ご確認ください。台が13枚、中が1枚です。お確かめください。ありがとうございました。なんだか中途半端な枚数でどうも計算が合わないな。そういうことか。その後、周りの客の流れに乗って景品交換所に移動。はい、6万7000円です。お確かめください。だよね、この店10日じゃないのね。まあいっか。この店は俺の地元ではなかなかない6枚交換相当の店だったようだ。変な台に大金突っ込んで取り返しのつかないことにならなくてよかった。ホテルまでの帰り道、街は真っ暗。もちろん飲食店は一つも開いていなかった。仕方がない。コンビニでお弁当でも買ってホテルで食べるか。その後、福島出張はないまま時が過ぎ、同僚の話によるとこの店は潰れてしまったとのこと。とても残念だが、俺の頭の中ではいい店のイメージのまま今日までこうして生き続けている。会員カードを作ることはもう一生できないが。本日の収支。投資1万7000円、回収6万7000円、トータルプラス5万円。思えばこの時も5月。俺は5月は強い。やはり俺にとって
5月は勝てるシーズンに違いない。第2話までの累計収支プラス5万9000円。